縄文エネルギー研究所の中山さんです。おはようございます。おはようございます。いやもうみんな首を長くして待っていました。はい、長い1週間でしたね1ヶ月です。はい、1ヶ月です。はい、はい、はい、なので卑弥呼ファイル、はい、もうタイトルからしてワクワクしちゃう感じなんですけども、なぜ卑弥呼なのかということを先月お話しいただきました。はい、そして今回は、その卑弥呼ファイルの本題、はい、今の現代に生かせるかもしれないいろいろなヒント、はい、このあたりに少しちょっと踏み込んでいきたいかなと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、まずは、はい、この卑弥呼とは、ある意味この日本の歴史上、はい、最も有名な、はい、女帝女王というより、女神様だと思うんですね。はい、でその上で、女神とは何かということ、はい、なんか僕も含めて分かってるようで分かっていないと、でこれはただ見てくれが女性で、はい、美しく着飾って、それが女神という浅い話ではなくて、はい、実はもっと言ってしまえば男性の中にも女神性は内在されているし、はい、逆に女性の中にも男性性が内在されている。そうですよね。はいはい、ということからやっぱり男であっても女性であっても、はい、本当の神髄に女神性があるのではないかと、なるほど、こういうことを受け取るわけですね。うん、でそこで今の社会っていうのは前回もお話ししたように、はい、縦割りですよね。そうですね。はい、だから全部分断してきてしまっていた、はい、これはいいとか悪いではなくて、うん、科学も分断して調べた、はいはい、医療も、はい、もう本当に切って、ね、分断して診断してきた、細分化してますよね。はい、だから今の現状はもう森を見ずして葉っぱ一枚で見てるような状態。そういうことなんですよ。まあ、それはそれで必要な段階だと思うんですが、はい、これからはそこだけを見てちゃいけないっていうことですよね。そういうことですね。はい、本当に木を見て森を見ないっていうことになりかねないので、はい、で全てはつながっていると思うんですよ。そう思います。はい、そういう意味で卑弥呼とは直接は関係ないように思うかもしれないけど、女神の世界を紐解いていくと、はい、例えばメソポタミアでもたくさんの女神が存在しました。はい、ギリシャ神話でもたくさんの女神が登場します。はい、そうですね。有名なところで言うと、はい、アプロテーデという美しい神様ですよね。はい、美の神様ですね。うん、はい、でビーナス、はい、またはベヌスと言われる、はい、こういう女神、またはシュメールではイシュタル、イナンナと呼ばれて、とにかくたくさんの女神が存在してるんだけど、よく紐解いていくと時代によって名前が違うだけ、はい、場所によって名前が違うだけで、はい、この女神の世界っていうのは競争原理ではなく、はい、共生原理なので、元一つなんですね。なるほど。はい、そうすると実は女神の世界が浮上する、はい、または女性性の世界がこのタイミングで復活するということは、はい、どういうことかというと全て同期してるってことなんですよ。なるほどね。で今までは縦割りの世界ですから、はい、共時性が起こりにくいので、はい、起こった時にはシンクロだよね、はい、共時性だよねってあえて興奮してしまったり、うんうん、テンションが上がってしまう局面って今まであったと思うんですよ。ありましたね。しかしながら、はい、全てはつながっているんですね、そもそも。うん、なので今シンクロとかあんまり分かってなかった方にもどんどん起こってきてるじゃないですか。起こってきているし、はい、その神髄は何かというと、はい、全て同期してるんですよ。はい、はい、ですから例えば日本人がオリンピック、はい、ね、まあ、オリンピックだけではなくて100メートル競争でも、この前桐生さんですか、はい、はい、すごいですね。10秒切りましたよね。とうとう切りました。悲願でした。はい、はい、で一人が切るとこれは僕にも私にもできるという潜在的なね、はい、うんうん、共通性が生まれて、はい、これから日本人どんどん10秒切るんじゃないかなと思うんですよ。そう思います。もともと世界的に見て10秒切った時、はい、やっぱ次から次からそういう現象起きましたものね。そうですよね。これが今度日本でも起きるってことですよね。はい、ですからこういうことを見ていくと、はい、遺伝子レベルでは、ええ、潜在レベルでは、はい、もう全部同期しているんだなって、
その同期している世界が浮上すれば、隠し事も、はい、うん、今みたいには、いっぱい起こるってことはなくなるだろうし、ね、隠せなくなってくるわけですね。隠せなくなってくるだろうし、はい、そういうことなんですよ。ですから女神が浮上するってことは、はい、女性性が復活するってことは、はい、非常に同期した世界が浮上するってことなので、本当にみんなが一つになって、同じテーブルにつくような働きになってくるんですね。そういうところでこの日本大和には卑弥呼という女神がいて、日の巫女でもありますから、はい、はい、そうか、はい、ですから、この卑弥呼の浮上が同期した世界をね、もう一度呼び起こすんではないかなというふうにも考えているし感じているんですね。そうなんですね、はい、でも本当に皆さんの意識がどん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 そうなってきているのを肌で感じる部分はあるんですよ、はい、で私の周りはちょっとそういうのに感受性が強い人が多いからかもしれないんですけども、はい、でもそれが広がっていくと本当にあまねくいろんなところにも伝わっていくんじゃないかなと思いますので、そういうことですね、日本全国津々浦々、はい、この感覚が広がっていったら、まあ、一つにまとまる可能性はどんどん高くなりますね。高くなりますね、はい、でそれで卑弥呼という存在や卑弥呼の働きを、はい、一文字で表したとしたら、はい、平らなんですね。平らとくるんですか。平らなんです。へえ、ちょっと意外です。はい、はい、それは収めてしまったわけですから。あ、波風が立ってないんだ。そう、倭国大乱を収めてしまった、はい、平定してしまった。じゃあ本当にもう静かな水面でさざ波すら立ってない、そんな感じでしょうかね。平らなんですね。はで、聖徳太子高度の神髄は、一言で表したら、和なんです。それは和をもってたっとしとなす、和をもって尊しとなすと、はい、このように申された聖徳太子の神髄は和なんですね、はい、そっか。そして女性の卑弥呼の神髄は平らなんですよ。この2つで和平というワードが出てきますよね、はい、逆にすると平和ですね。平和ですよね。和平和ですよ。あ、いいな。それが北と南の融合ということにもなり、さらにですよ、はい、今の年号は、はい、日本の平成じゃないですか。平らになるです。そう、平らになる、はい、平らを完成させましょうとも捉えられますよね。ですね。もうあとなんか何年もないような気はしますけど、もう2年じゃないですか、はい、ね、金城天皇さんが生前退位されるっていうことになっているということは、はい、今の皇太子さんが即位すれば年号変わります。平成の年号は変わりますよね、はい、ということはあと2年とか3年というこの期間の中で平らを完成させましょうよというメッセージが内在されているんではないか。それが卑弥呼ファイルを開示するタイミングと自分の中ではリンクしまして、ぴったんこですごい。そして女性性や女神性が浮上するということをもって、よく考えてみたら生命原理として言うならば、どんなに男の人が威張っていても、はい、どんなに実績を持って活躍したとしても、はい、全ての男性が、全ての生命体が女性から生まれているという道理がありますよね。女性の母体なくして命は生まれません。そうですね、はい、もちろん男性の協力も必要ですが、必要で当然なんだけど、はい、産む存在そのものは母なる大地の象徴である女性ということですよね、そうなんですよね、はい、だからもちろん本当に切っても切れない2つの関係性なので、はい、どちらが偉いとか偉くないとかって話ではないですが、はい、でもやっぱ産み出すというエネルギー、そうですね、このエネルギーの性質っていうのはあると思うんですよ。あるんですね、はい、ですから女性が活躍できてこなかった社会観というのは、はい、生み出しにくかったと思うんですよ。それはその通りだと思います、はい、当然で、これで女性が社会の中で活躍するようになれば、はい、当然そこにも男性おりますから、はい、男性と女性の働きの違いが明確な協力を通して創造原理に入っていって、本当に素晴らしい未来を生み出していく、はい、そういうところを、ね、受け取って、歴史上の人物として、はい、男性的には聖徳太子、はい、女性としては卑弥呼というある意味で双璧をなすこの2つの柱に登場してもらって、男性女性の融合を通して今言われている女性性の時代や女神の特性を明確に、ね、
浮上させるという働きに貢献できたらなという思いで、いやすごいです、お話を伝えさせてもらっているということなんですね。そっか、いや世の中的にも女性の時代だとか、はい、女性性の時代だとか、まあ、本当に女性女性女性っていうキーワードがあちこちで見受けられますが、はい、それなぜ女性なのっていうところについてのこう裏付け、ちょっと希薄だったりするわけですよ。そうですね、うん、でもちろん今まで の時代を背景いろいろ見てくると女性は虐げられてたっていう歴史は長かったです、はいはい、でもその時代があったからこその今で私は捉えてますし、確かに、はい、そしておっしゃられたように、時代的に今が本当にドンピシャなんだと思うんですよ。ドンピシャですね、はい、だからこそ中山さんという存在があり、はい、聖徳太子行動を発見され、そしてその縄文時代との隙間の間、はい、ここを埋めていったらパズルのピース出てきちゃったぞ、はい、っていうことなわけですよね。そうですね、あまりにも符合しすぎてて、はい、ちょっと鳥肌が今立ってるんですけど、はい、そして今朝鮮半島との問題が非常に敏感になってきているじゃないですか、はい、そういう意味で卑弥呼という方が存在していた時代から100年後ぐらいに登場した神宮皇后という方がおられましてね、はい、この神宮皇后は朝鮮半島に行って妊婦なのに産科を治めてしまってるんですね。これまたすごい。だからやっぱり卑弥呼とある意味で霊的な系統がつながってるんではないかなと思い、三官といえば百済と新羅と高句麗という、はいはい、今の韓国と北朝鮮のエリアにあった国、ね、この3つの国を女の人が治めてしまったと。もう信じられないですけど、それだけのパワーも女性は秘めている、はい、ということですよね。だから力的なものというよりも、はい、もっと生命の知恵というのかな、はい、おばあちゃんの知恵というのかな、お母さんの特性というのかな、うん、そういうものを持って治めたんですよね。戦いで治めたんではなくて、はい、戦いで治まりきりませんので、うん、はいはい、そこを女性のその知恵で、はい、女性の性で治めていった。そうなんです。あ、もっと続きが聞きたいんですが、はい、また時間になってしまいました、はい、来月また続きをお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。楽しみにしております、はい、中山さんのお話でした。